砂と大時計の国、ラクリッカに到着よ。やはり風は止まったままですね。砂漠って普通は風が吹いているものなのか？この国には風のクリスタルがあるんだもの。むしろ吹いていない方がおかしいのよ。以前は豊かな風がこの国の大地を潤していたのですが。そっか。じゃあ急いで風を取り戻さないとね。風の神殿はどっち？ここからだと、ここからだと、どっちでしょう。アニエスに聞いちゃダメよ。全く当てにならないもの。よくカルディスラまでたどり着けたね。待て、俺の手帳にラクリーカについて詳しく書いてある。砂漠に抱かれ風に潤う大時計の国、誰もが時を重んじるナダラケス砂漠の中央に位置し、さらにその南に風の神殿があるとのことだ。へえ、詳しく書いてあるね。それって実は旅日記なんじゃない？旅か。旅先での出会いは人を情熱的にさせる。この国にはかつての俺を知る女性がいるだろうか。行きましょう。神殿は南です。元帥閣下、皆集まりました。例によってあの二人は欠席です。ダマーン、始めよう。カルディスラム王国の一報をお聞きでしょうか。我が空挺騎士団が風の巫女の手により壊滅しました。巫女というのはそんなにも乱暴者だったんだな。さすがのわらわはびっくりじゃ。巫女には強力な護衛がついていると思われます。それと元帥閣下、申し上げにくいのですが、この困難でイレアの消息も不明とのこと。それはお前が気にすることではない。市場を挟むな、アナゼル。は、申し訳ありません。空挺騎士団は飛空艇を奪われたんじゃろ。ミコなどさっさと殺しておけばよかったんだ。ビクトリア様のおっしゃる通りではありますが、ミコは捕らえなければ意味がありません。ん？そうなのか、ビクター。それならそれでよいが、何にせよ飛空艇で逃亡したのなら、ミコの行き先はあの砂漠の国ラクリーカしかなかろうて。かの国にある風の神殿へ戻ろうと。ラクリーカには内海フローラクリーがあります。そうか、世界的な海の腐食で渡航は不可能。しかし正常を保っているあの内海にならば、ミコはクリスタルの元に戻って何をするつもりなんだ。妙なことを企んでいそうだな。かの国はマルマット・ボリトリー商会の管轄となっております。いかがなさいますか、元帥閣下。すでに情勢はミコに手を煩わせている段階ではない。速やかにミコを捕らえよ。手段は問わぬ。マルマット・ボリトリー商会にはそう通達せよ。手段を問わず早急に風の巫女を捕らえろとは、6人会議も思い切ったもんやな。そういう通達だ。確かに伝えさせてもらった。6人会議からの連絡をあんたに届ける手間賃、あんたから出るという契約になっている。待て待て、こっちはそんなん聞いとらんで。ああ、はいはい、払えばええんやろ、払えば。ただし、ちっとばかり負けてもらうで。構わん。しかし、広告の空挺騎士団が手こずるとは、風の巫女ちゅんはとんだ化け物やんか。
まあ、儲けになる話ならこっちも関わらせてもらおうか。それまでは静観やな。何事もビジネス優先やろ。これより偉大なる国王マルマット八世陛下よりありがたいお言葉がある。心して聞くように。皆の者、ご苦労ご苦労。皆も知っての通り、大風車が止まって以来、国すべての生産効率が低下の一途をたどっている。言うまでもなく、以前は豊富な風を大風車が捉え、すべてのタービンを回していたのだが、風が止まった今、国民総出で手動でタービンを回すことによって国の全動力を補っておる。そなたらの連日の奉仕労働には世も頭が下がる思いだ。だが残念ながら大風車の停止前に比べると発電率はわずか2割に過ぎない。このままでは国力の維持は難しく、重工業で名高い我が国の経済は衰退の一途をたどるだろう。そこで先日の奉仕労働の奥例をさらに手直ししたので、ここに新たに布告する。9時0分から16時59分までとしていた現在の奉仕労働時間を20時59分まで引き延ばす。無理だよ、働かせすぎだ。これによりタービンの発電力は大風車停止前のおよそ3割まで回復する試算であり、陛下、陛下、大変です。ゴニョ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 。何？風の巫女？皆の者、落ち着くがいい。皆の苦しみはよくわかる。世も心を痛めている。だがそもそもこの国難の発端は何だったか忘れてはならない。クリスタル聖教、ひいては巫女の怠慢、それこそ風が止んだ原因ではないか。しかも風が止み、皆が苦しんでる中で、肝心の風の巫女は何をしたかね。国と民を捨て、一人他国へと逃げ出した。我が国始まって以来、初めての異常事態だ。どれだけ慕っていても巫女など、所詮そのようなもの。そなたたちも目を覚ますのだ。ただ祈りを捧げるだけのクリスタル聖教に、この国難に際して何ができるというのか。クリスタルへの祈りなど何の役にも立たないではないか。我々自らの手で先進的文明的に国の発展を推し進めていくのだ。ぜひ協力してほしい。あいつ今こっち見てニヤってした。どうやら完全にアニエスに気づいていたようだな。なんだか嫌な感じ。あんなの言ったもの勝ちじゃん。アニエス、風の巫女アニエス・オブリージュ殿、国王陛下がお呼びであります。風の巫女よ、戻っていたのだな。ならばなぜ真っ先に世のもとに参じないのか。心配していたのだよ。あまりに帰りが遅いので事故にでもあったのではとな。でカルディスラの大穴はどうだったのかね。王の予想を上回る深刻さでした。深刻？我が国の置かれた状況以上に深刻とでも言うのか。
状況は把握しているのかね。風が止まったままです。それは巫女でなくともわかる。大風車が止まったこともな。現在この国の英知の象徴、国の心臓ともいえるタービンは全て人力で回している。ただの人力ではない。寝る間も惜しんでの奉仕労働によって民の犠牲の上に成り立っている。だがそれもすぐに限界が来る。一刻も早くあの大風車を再び風の力で動くようにしなければならない。風を吹かせるのは風の巫女の責務。そうであろう。今の時代巫女の価値など他には何もないのだからな。まあよい。一刻も早く風を復活させねば。これ以上国を苦しめてはなるまいぞ。それとも巫女には無理か。また巫女はこの国の民を見捨てて逃げ出すかね。言いたいことはそれだけでしょうか。私は先を急ぎますので失礼します。なんという言い草だ。誰のせいでこうなったと思っているのか。今のはまずいよ。アニエスが怒る気持ちもわかるけど。怒る？私は別に怒ってなどいません。ただ王が怖いのです。嫌味な感じはしたよ。でも怖そうには見えなかったけどな。王の周りに集まっていた人たちも、町にいる人たちも、みんな怖いのです。王も民もみんな巫女としての私しか見ません。私はどう接すればいいのかわからなくて、つい身構えてしまうのです。道理でさっきからずっと表情が硬いと思った。でも私今のでスカッとしちゃったけどな。あの嫌味な国王ったら顔真っ赤にしてたよ。俺は男の長話になど付き合いたくはないな。女性の話なら一晩中でも聞いていられるんだ。とにかく風の神殿に急ぎましょう。私にできるのは使命を果たすことだけですから。魔物だ。魔物がうろついている。しかもかなりの数だな。神殿の中に魔物が。一体どうして。アニエス、ここで何があったんだ。風のクリスタルが闇に飲まれたのです。闇に。今思えばその異変はあの大穴が開いたのと同じ頃でした。そしてクリスタルを飲み込んだ闇はさらなる闇を生み出し続け、きっと絶えず生み出される闇があのような魔物さえ呼び込んでいるのでしょう。そんな。進みましょう。油断しないでください。気を抜くと命を落としかねません。ひどい。こんなに荒れ果てて。静寂に包まれた場所か。だがそれだけではない。ここは悲しみに満ちている。私と共に暮らしていた修道女は皆私を逃がすために自ら盾となって。そんな。殲滅だなんて。まるでノルエンデ村と同じじゃないか。しかし彼女たちを哀悼することも弔ってあげることも嘆くことすら今の私には許されません。彼女たちは己の身を投げ出して私にクリスタルを託していったのですから。託された思いに応えるため私は
何があっても使命を果たさなければならない。必ず。嘆いたっていたんだっていいじゃないか。追悼の祈りならもうこの胸の中で何度も。だから今は前を向かなければ。さあ、クリスタルを祀ってある祭壇はこの先です。行きましょう。されるな。これはクリスタルの輝きがこんなにも失せているなんて。小さな頃からずっと見続けてきましたが、こんなになっているのは初めてです。取り付いた闇からクリスタルを解放しましょう。エンネス、やり方はわかるわよね。ええ、幼い頃母巫女様先代より教えてもらいました。クリスタルに訪れた災厄を払い清める方法、精神を研ぎ澄ませ、巫女の呼吸をクリスタルの波動と同調させることで、歴代の巫女が連綿と紡いできた祈りの力を覚醒霊気させる。その通りよ。さすがクリスタルの巫女ね。手順はそれでいいとして、祈祷衣ですね。そう、同意を着ないとクリスタルの波動と呼吸を同調させることは絶対にできないのよ。宝物庫に母巫女様から受け継いだものが一着だけ保管されているはずです。取りに行きましょう。そうすれば解放の儀式を始められるわ。それが祈祷衣？ええ、見つけました。ですがどうやら闇の力はここにも。うわ、何これ、ボロボロになっちゃってる。元は綺麗な服だったんだろうに、ひどい。これでは使い物にならないかもしれません。祈祷衣はこの一着しかないのに。どうしよう、これでは解放の儀式ができないわ。試しにそのボロボロのを着てみるのはどうだ。悪くない露出度だと思うが。リンガーベルは黙って。祈祷衣がないとなると新しく作るとかできないかな。そうは言うけど、儀式用の聖なる衣装なんでしょ。誰でも簡単に作れるってわけじゃん。そうだわ、そうですよ。ゆるやなの森の老子様を訪ねればいいのです。昔から巫女の祈祷衣や祭具を作ってくれていた、とても腕のいい職人です。幼い頃、母巫女様に連れられて一度だけ会いに行ったことがあるんです。もう10年以上お会いしていないので、今もいるかどうか分かりませんが。その人なら祈祷衣を作れるのね。だったらすぐに向かいましょう。でもさ、ゆるやなの森ってどうやって行くの？私、場所も知らないんだけど。ゆるやなの森はとても深い森で、確か湖のほとりにあったと思います。湖があるのなら飛空艇で着水できるかな。で、そんな美人が多いのか。あんたは黙ってなさいって。湖って言っても、今世界中の海や湖が腐り始めてるんだよ。あ、そうだ、リングアベルの手帳に何か書いてあったりしないかな。ちょっと待て。ゆるやなに関しての記述があるぞ。森深き秘境の地、ラクリーカ国の北東に位置する。あんたの手帳なら美女はいないとか書いてありそうだと思ったのに。とにかくゆるやなの森に行ってみようよ。ああ、美女がいると信じて。ここです。かすかに覚えています。ずっと昔にここに。
私と母巫女様とオリリアと三人で。ねえ、あのさ、さっきから遠くでうなり声みたいなの聞こえない？聞こえたとしてもどうでもいい。それより美女はどこだ？人は住んでいそうだけど。誰かいませんか？おや、物音はしたので何かと思えば、ここに人が来るのはいつ以来かの。さて、どちらさんかな。風のクリスタルの巫女、アニエス・オブリージュと申します。ほうほうほう、なんとアニエスちゃんか。いや、しばらく身内に随分大きくなったの。昔先代の風巫女さんに連れられてきた時はこんなに小さかったのに。いや、あの頃とは比べ物にならんほど色っぽくなった。プリンプリンのぽよんぽよんじゃってディオ。なんなのこのスケベジジイ。ではやはりあなたが老子様なのですね。失礼ですが、お名前は？さてな、ここに住んでいると人に名前を呼ばれることなどめったにない。名前なんぞ忘れてしまったわい。老子で構わんよ。先代の巫女さんからもそう呼ばれとったしの。お主も小さい頃はわしのことを老子玉、老子玉と呼んでくれたもんじゃ。よかった、あなたを探していたのです。それは嬉しいの。若い娘に言い寄られるとはわしもまだまだ捨てたもんでないな。時にお主が風の巫女を名乗ったということは、先代の巫女さんは？はい、母巫女様は5年前に巫女としても、4年前に人としての生涯を全うしました。そうか、惜しい人を亡くしたの。先代の風巫女さんは若い頃はそれはもうプリンプリンでわし好みの美人じゃったんだよ。ほう、その話詳しくお聞かせ願いたいな。それとこの地に美女はいるかどうかも。バカは黙って。うん、属性と関わりを持たんのが巫女の戒律のはずじゃが、珍しく連れが多いな。彼らは私の協力者です。協力者か、なるほど。面白い素性の者たちが集まっておるようじゃて。さ、立ち話もなんじゃ。おれ、奥へな。そうか、そんなことがあったか。アニエスちゃん、よく頑張ったの。一人ではここまでたどり着けませんでした。ディズがいてくれたおかげです。うん、最悪の時代がいよいよ訪れたのかもしれんな。最悪の時代？世界中に現れた闇はその兆し。大穴もクリスタルと神殿を飲み込んだ闇もじゃ。その闇を払うため、4つのクリスタルすべてを解放することこそ巫女の使命。解放じゃと？実に素晴らしい。どうしたの？ご老体、隣の部屋にある婦人向けの衣装、勝手ながら拝見させてもらった。そのどれもが実に美しく魅惑的なもので、たまらず見惚れてしまったほどだ。おお主、あれの良さがわかるというか。あの衣装を作ったあなたとは
一晩中でも語り明かせそうだな。意気投合してる。リングアベル、今大事な話をしてるのに。これはロマンの問題さ。いずれティズにも分かるようになる。それに今大事なのは話をすることではなく、一刻も早く巫女の祈祷衣を手に入れることのはず。俺はあそこに祈祷衣がないかを吟味していただけだよ。おほー、そうか。お主らは巫女の祈祷衣を求めてここに来たというわけか。はい、神殿に一着だけあったのですが、闇に飲まれてボロボロに。巫女の祈祷衣を作るには素材となる祈りの虹糸が必要なんじゃ。その糸はここに置いてないの？残念ながらないのじゃ。巫女の祈祷衣に使う祈りの虹糸は巫女自らが取りに行くというしきたりがある。先代の風巫女さんも、そのまたさらに先代も、歴代の巫女がずっと従ってきたことなんじゃ。つまり、たとえ先代のものが残っていたとしても、アニエスちゃんには合わなかったわけじゃ。わかりました。では祈りの虹糸がある場所を教えてください。まあまあ、そう焦るでない。今日はもう遅い。一晩泊まっていくとよい。いや、そうじゃ、よければ若いお嬢ちゃん方でこの老体に添い寝なんかしてくれんもんかの。拒否します。私も断り。ではご老体、ぜひ俺と語り明かそう。おはよう。よく眠れたかな。のう、イデアちゃんと言ったか。この老いぼれに何ぞ朝食でも作ってくれんかの。え、なんで私が。いや、そりゃどうせ食うなら若い娘の手料理の方がいいからに決まっとろう。巫女は料理などできんじゃろうからな。となるとイデアちゃんしかおらんじゃろう。老師様、今は朝食よりも祈りの虹糸のある場所を。おや、アニエスちゃん、やきもちかえ。実にかわいいな。違います。釣れないの。しゃあない。ほれ、わしが用意した朝飯じゃ。食ってけ。祈りの虹糸はここより西に行った洞窟の一番奥にある。ほれ、地図に印をつけておこう。うわ、不気味な雰囲気。嫌な感じだな。絶対奥に何か潜んでそう。本当にこんなジメジメしたところにあるのかな。からかわれてたりしてな。あの老人、つかみどころがない。リングアベルがそれを言っても説得力ないけどね。老師様とは先代の頃からのお付き合いです。信じましょう。ここで話していてもしょうがないよ。さあ進もう。あ、見て、あそこにあるのが祈りの虹糸じゃないか。へえ、綺麗。本当にあったんだ。早く持って帰ろうよ。待て、何かいるぞ。魔物。ああ、びっくりした。あんな魔物がいるなんて聞いてないわ。ロジはこのこと知っていたのかしら。だとしたらエア
ーリーはカチンと来ちゃうわ。騙されたみたいなものよ。ミコを危険にさらすなんて信じられない。儀式ができなくなったらどう責任を取るつもりよ。落ち着いて。魔物に打ち勝ってこそ一人前のミコであるという試練のようなものなのかもしれません。さあ、祈りの虹糸を持って戻りましょう。おお、無事戻ったか。大したもんじゃ。その口ぶりからするとあそこに魔物がいるって知ってたんだ。大変だったんだから。いや、すまんすまん。巫女の祈祷衣を作るなんて久しぶりでの、すっかり忘れておったんじゃ。では早速祈祷衣作りに入るとしようか。まあどれだけ急いでも明日の朝まではかかる。その間はここで休んでいくとよい。